ウソップと決闘し、決別を告げたルフィたちはゴーイングメリー号を明け渡し、ぼちぼち時間だ。市長襲撃なんて濡れ衣もいいとこだ。早くロビンちゃんを見つけねえとな。アイスバーグさんを襲った一味か。急げ。見逃してくれる雰囲気じゃねえな。ロビンちゃんを探さなきゃいけない。アイスバーグさんを。今の一味め。チキショー。ロビンを捕まえるんだ。何もわからねえ。あいつがアイスバーグを襲ったのは間違いない。ところだが、ロビンはもう一度アイスバーグを。そこを捕まえるぞ。情報が町中に広がってむやみに動くわけにいかない何
騒ぎを起こして職人たちを引きつけるんだ。フランキーとかいう野郎がやったみたいに、目立つものを破壊すれば注意を引ける。あれがロビンちゃんの本心とは思えねえ。もう一度会って話すんだ。Shut up!
聞いてくれないわよね。私たちだけでも敵の注意を引きましょう。騒ぎを起こせばいいんだな。ロビンのためにもう頑張るぞ。死んでもここは通さねえぞ。一度お前に会いたかった。お前が世界古代兵器プルトンの設計図、そのありか。おろ、我々 CP9 は物心ついたところに いいじゃねえか。